当でもすぐなんですよ。そこ、この四谷三丁目から下ったところに行くと自衛隊があって、あのその先が私の故郷でございますね。ここに今前ここコンビニだったんだけど、ほら宮尾ビルってなってるでしょ。これが私のだからフルサートでございます。でここに製本屋さんが、うちは宮尾製本っていうのがあったんで、ここでお父さんとおじさんが製本屋さんを営んでる、もう私ちっちゃい頃ここはもう駆け巡ってましたね。落ち着いてなかったから。ここに来るとなんかやっぱりあれですよね、もう家はないけど、やっぱここです育ったんだっていう安堵感はあるけどね、この先行くとだから大蔵省の寮があって、寮っていうか団地、なそれこそキューポラが、キューポラってあの上につくやつあるよね、よくあの煙突みたいにぐる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 回る、本当あの古いんですけど、それが回ってたのを思い出す。小玉坂通りっていうんですね。日露戦争で活躍した陸軍大将がいたと、あ、うちの父が言ってたかも。なんかすごい広大な お屋敷だったんじゃないですか。ここはよく私が小学生になった時に立った児童館。こっから下を見るとあれこっちだよね。ここが崖になってるんですよ。よくわかんないかもしれないけど、これが全部崖の上なんで、そしてこの下にもっとこの家があって、ここは全部原っぱだったんです。もう遊びまくり、秘密基地作ってしょっちゅう外に行って家にいない子でしたね、中学になるとそれがいきなり内向的になり、まあ半分半分だったかな。でも学校に行って何が楽しいわけでもないし、それなりの思い出はあるんだけど、なんかピンとこないっていうか、まあ一回その小学校で中学受験をして失敗してるっていうのもあったし、まああと一番ですね、家庭環境が良くなかったので中学に行けないっていうか、行きたくないって、行けないに近かったのかな、それはあんまりまだ話したことないんですけど、チャラー、裏側行くと正門がありますけど、体育館がありまして、この学校は全員で体育館でご飯を、昼食を、給食を食べる学校でして、体育館の匂いとご飯がマッチしなくて気持ち悪かったです。多分1年ぐらいはちゃんと行ってたけど、2、3年はほとんどあれじゃないですか、行かないっていうか、あの拒否る。友達が毎日迎えに来てくれたけど、なんか行きたくないみたいな、なんか嫌だったんでしょうね。うちの5歳上の姉がいまして、そのお姉ちゃんはまあ本当あの何でもそつなくできる、中学受験で中高一貫入ったりしてましたしね。でそれと同じようにうちの母親が、まあ、私もそういう受験して中学から私立に入れちゃおうとしていた時に、まあ、私は言うこと聞かないし勉強も好きじゃないし、一応でも小学校6年ぐらいの時からこう受験勉強したんだけど、落っこっちゃったんですね、でその辺からまあ何が原因ではないんだろうけど、まあ、お母さんが結構その、ノイローゼ気味になっちゃって、一番割と家庭的にも家の中が始終荒れていた時代ですね、私が思春期で物事がどんどんいろいろ変わって見える時に両親が安定してないっていうのはすごく大きくて、でなおかつお母さんの具合が悪いんだからもっといたわるべきなのにっていうのは私の方の、まあ、なんて言うんだろう、
母親をちょっと守るようなとこがあったんでしょうけど、うん、でお姉ちゃんお姉ちゃんで全然違うとこにもいるから、 あんまり相談にもならないし、まあだから今姉にその時の話を聞くと、まあ、リエちゃんはまだちっちゃかったからねっていう言い方をするけど、うん、とにかくこの世の終わりぐらい家の中がぐちゃぐちゃしてたんですね。うん。